モリアは近代新地学の教義で霊的指導者マハトマの一人である。新地学協会の創始者の一人ヘレナ・ピー・ブラバツキーが1850年あるいは1851年にロンドンのハイドパークで出会ったチベットの英知を持つパンジャーブあるいはネパールのラージプートのインド人であるとされる。1850年代から一貫してブラバツキーの後ろ盾とされてきた。モリアは ブッダの時代の文書にある名前であるが、同一人物であるか明言されておらず、正体が伏せられた理由はわからない。マスター・ M やエルモリア、エルモリアカーンとも呼ばれる。日本語ではモリアとも表記される。モリアによるとされる手紙などが多数残されているが、その実態は不明である。ブラバツキーは1854年にもロンドンで出会ったとしており、 ビクトリア女王に越見したカシミール・ハン・オー・デュリープシンの一行にいたのではないかとされている。ブラバツキーはモリアに様々な指示、指導を受けたとしており、妹への手紙でヘンリー・スティール・オルコットとの旅にモリアもいたと述べている。シネットやエオ・ヒュームをはじめとする新地協会の有力メンバーにも物質化によって彼らから渡された手紙だという。 マハードマー書館を送ったとされ、新知学協会での影響は大きかった。クート風味と同じくグレートホワイトブラザーフッドのメンバーとされ、ブラバツキーは彼らから宇宙の原理を教えられたと主張した。モリアとクート風味、そして同じく近代新知学で特別視されるサンジェルマン伯爵がブラバツキーと一緒に写ったのだという写真が存在している。 新知学協会関係者も姿を見たことはなく、ブラバツキー存命中から実在するか疑問が持たれていた。シネットやヒュームは手紙の信憑性に疑念を持ち、距離を取るようになった。正体やモデルも様々に推定され、ポール・ジョンソンはブラバツキーがロンドンで出会った、モリアのモデルはイタリアの革命家ジュゼッペ・マッツィーニで、 後半のモリアのモデルは、ジャムー・カシュミール・反王国の反王・ランビルシンと考えた。マリオン・ミードは、モリアのモデルは、イギリスの巧妙な小説家、政治家、神秘主義者、神霊主義者で、バラ十字団に関わったエドワード・ブルワー・リットンだとしている。ニコライ・リョーリフ夫妻は、モリアからチャネリングでメッセージを授けられたと主張し、 その教えにのっとったアグニヨーガという新しいスタイルのヨーガを創始し、アグニヨーガ協会を設立した。新知学協会から分派したアルケーンスクールのアリス・ベイリーは、七光線というオカルティズムの概念において、その第一光線を司るとみなしている。他のマスターたちと同じく、モリアは過去に様々な人物として世に現れたと信じられている。アブラハム、メルキオール、 アーサー・オー、トマス・ベケット、トマス・モア、アクバル大帝として現れたという。現代オカルトの根源冷静進化論の光と闇、大田敏博、ちくま新書、2013年、ABCDEFGH 過ぎた2015、ベイリー、アリス A、エイトリー・テス・オン・コズミック・ファイヤー、1932、ルシストラスト、1925、P1237、 ありがとうございます。